ちは、こんばんは。ゲームドームの向こうです。ちょちょビットは始めていきましょう。今回はケルタル東京戦ですね。これに引き分け2乗で2位が2乗が確定します。まあ実質2位。一瞬休みがあるんで、まあ、フルメンバーでいきましょう。東京スカイヤードアリーナ、相手の本拠地ですね。フィッチャーボールのフリーキック。おー、これはいけません。ファール多いですね。あ、今度はイエローカード出てしまいました。チャンスです。くるみ選手権、くるみボレーで決めまして、クラーカリバーズが先取点を奪いました。チェンジオーペースですね。ミホから緑、そしてクルミ。これでかなり心理的には楽になったでしょう。もうちょっと丁寧に行ってほしかった。もう相手もディフェンダーいきなり変えてきましたね。どうしたかな。おー、危ないだった。ペナルティーキック取られるところだったのね。前半反則が多かった。あーっと、悪いが、ここで前半終了です。黄色以下がない。このまま行こう。縦一発してくるみ、お、決まった。ロバフトキックですね。鮮やか。オーバーヘッドまではないか。シュート技術2対0はでかい。
さ、疲れは、ミオがちょっと疲れてるね。クラリスに変えていきましょう。変えて。さあ、当然、攻撃的に陣に相手を変えていくでしょうからね。2点差つくとね。危ない。オフサイドです。ちょっと怖かった。カンデオイボールが攻めていきます。これまあフォワードは疲れててもそんなに影響はない。ノーホイッスルだ。先にイボール渡ってしまってイボールが取れる。手前でパンチング、厳しい戦い。守備陣がみんな疲れてる。ニキータとか、ニキータだし。あとは、ディフェンダーですね。なんか下ろしましょう。サチコにチェンジ。ピッチャーボールを総員になりました。これはイゴール隙を突かれたが、サチコがイゴール突かれてました。これはノーホイッスルになります。さあ最後のチャンス生かしたいクラリス。3点目決定打です。ね、敵地で圧倒を見せつけます。さあ間もなく試合終了かな。あと15分か。答えなく使い切っております。3点差ですか。さあこれで引き分け以上だと2以上は確定します。相手ボールをスローインになってしまいます。あと攻勢はきつい。あ、1点返されましたね。余裕だよ。あれれ、相手の攻撃本当に強かったですよね。当たってそこにカイフがいていた。点差に追い上げられています。ただもうほとんど時間がない。決まりました。クラーカリバーズ2以上確定です。前半30分ボレー、この繋ぎ方が速攻が鮮やかでした。緑から栗のボレーです。引き分け以上で、ね、2以上が確定してたんですが、まあ、引き分けると首位完全になくなりますが、バイシクルですねこれ。この辺のゴール前の攻防は多かったです。果たしてペナルティーキックを耐えるかな。そしてこれですね、クラリス。多少角度はきつかったですが、
っかりキーパーの横をすり抜けて決めていきました。1点終盤返されましたが、それはほぼ決着がついた後でしたね。ボール支配率が低いな。またシュートに関しては本数も枠内もこちらの方が低い。枠内は全部決めているってことになりますが、前もうフルにいただきました。2位ですね。ここで、宮瀬大阪もしっかり勝ったので、宮瀬大阪の優勝は決定。クラーカリバーズ2位が決定となります。そうですね、来年があります。負けたことが全てですよね。これだけ6点差ありますからね。2点差あったらチャンスがあったんだが、カンプ7件までにやられて事実上これで決まっちゃいましたもんね。ということで、ちょっとここをやっとこう。速攻フネスダイナモ、すごい。スペシャルメニュー3倍券。ディフェンダー重視何だこれ。サンバステップって、まあいいや。パフォーマンスですね。はい、ということで、一週休みがありまして、この休みはないけど休養に、練習試合なのせいで休養に使って、次が岡山ピーターローズ戦ですね、こちらに挑みたいと思います。ということで、次回はこのジャパンカップ2回戦岡山ピーターローズ戦、こちらをお送りしたいと思います。ここはもうしっかり飛ばしていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。また概要欄に書かれているブログ、ツイッター、カルチョビットアーナのプレイリスト、こちらをご覧ください。プレイリスト動画一覧の横に、ボタンがあります。ここでブックマークできますので、ぜひやってみてください。またツイッターのフォローもお願いします。ということで、カルチョビットアーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。次の動画で